searching for that other spy cam. I'll come back. So I'm just gonna go and head to the faculty room right now. I spend most of my time in this school anyway, so. Yagami-san. Domo. 今少しいいですか先生。あの三越馬くんの動画を見ました。わかります、例のあの動画ですよね。江原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか？それなら三越馬くんを殺してないはずですよね。でもあの動画は本物にしか見えなくて。ええ、おそらく本物です。あの動画の通り江原さんは自分の手で三越馬を殺したんだと思います。ただそうなると同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。え、先生は江原さんに痴漢された被害者のこと知りませんか？名前は間宮ゆいと言います。知りませんけど。マミヤユイの旧姓は鈴木でした。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった鈴木ユイです。え、鈴木ユイ？そんな、じゃあ江原さんはユイに痴漢したということですか？彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした？そうです、高校の3年生の時に。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮ゆいが痴漢被害者だったことはご存じなかった。だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです？間宮ゆいは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。はあ、でもなんでです？なんでユイが江原さんと。 Here there doesn't seem to know of any connection between Ihara and Yui.She's an amazing actress.今俺の知る限り、江原さんと間宮ゆい両方に面識があったのは先生だけです。八神さんは私が二人を取り持ったと。先生は間宮ゆいとどういう仲だったんです？友人かただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです？高校の同窓会なんかは。大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない？そうです。なるほど。そういえば江原さんと間宮ゆいには接点というかもう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんは息子の敏郎君、間宮ゆいは同級生の楠本充君。だから例えば間宮ゆいはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います？今のを聞いて何か心当たりは？そんなこと言われても。あの沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか？間宮ゆいは楠本充の自殺未遂をどんな風に見てたんです？ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の汚名を着ることで
罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ユイ以外にも御子柴殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。私が？今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは江原と間宮ユイがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。Oh, we really waited it out. Okay. It's not going great, but at least I learned she was classmates with Yui. I'll take the wins where I get them. Sorry, someone wants to hear that later, too. Leave the high school. I can do that. I was going to tell Saori-san about Sawa-sensei and Yui, okay? あ、Saori-san? 八神だけど。ええ。Sawa-sensei と話せましたか? I was going to say, doesn't she have color ID? やっぱり彼女と間宮ユイは13年前同じクラスにいた。同級生のいじめ自殺があった時も。なるほど。その件ですが、星野くんの方でもネットで新発見がありました。ん?そのいじめ加害者は河合信也という子で、河合信也13年前ミスル君が校舎を飛び降りた後逃げるように転校しています。そして大人になるとこちらのカムロ町で働いていたようなんです。へえ、そんなことまでネットで分かっちゃうの？ええ、おまけに河合は同級生を自殺に追い込んだことを武勇伝のように話してたそうです。Did he now? カムロ町でなら笑い話にでもなると思ったんでしょうか。かもね。組にこそ入らなかったものの、カバイはほとんどヤクザみたいな人物のようで。今画像を送りました。Is it the missing guy? 5年前に撮られたものです。Is it the missing guy that they were looking for? Or K was looking for? こいつ。知ってる顔ですか。この間、RK のチンピラたちが探し回ってた。Okay, okay. ガールズバーのマネージャーだって。ええ、確かにガールズバーで働いてたようです。ただその店がどこかまでは分かってません。こいつが河合信也だったのか。でもなんで今になって RK が探すんだ。彼らはその河合を見つけたんですか。いや、ただリーダーの相馬ってやつが言ってた。河合はもう殺されたらしい。何年か前にカムロ町から姿消してそれっきりなんだ。殺された？ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も御子柴と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。 So, that being said, is Kawai's body somewhere that hasn't been discovered yet? どうでしょう。カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。沙織さん、どうでした？八神さんはなんて？ついこの間 RK の人たちが河合信也を探し回ってたそうです。カムロ町で。え？そして出された結論が河合はもう殺されたのだろうと。
おい、随分物騒な話だな。確かに最近、やから系の人たちが誰か探してるっぽかったですね。町の人たちに聞き込んだりして。でもなんで RK が可愛いよ。まさか、うちの事件と繋がってくるんですかね。RK については繋がりがよくわかりません。星野くんは引き続き、ネットで可愛いのことを調べてください。私はちょっと出てきます。矢上さんに頼ってばかりじゃいられませんから。Shut up. 少しは私も足を動かさないと。Shut up! Hey! 沙織さん、もしかして RK の連中に聞き込む気ですか？ If I have to. 彼らがなぜ河合信也を探してたか気になります。なら僕も行きますよ。一人じゃ心配です。I'll be okay. 大丈夫。まだ明るいし、人目のあるところでやりますから。それに私一人の方が相手も口が軽くなるでしょう。確かにそうかもしれませんけど。あ、じゃあ10分に1回安全確認の電話を入れます。いえ、それも遠慮してもらいます。へえ。一人で街に出るのか？沙織君、くれぐれも気をつけてな。What does her menu look like? Oh, just the camera. Okay. Oh. Oh, okay. Need some fine RK members. I'm like, I can see the hard time like, parents alone. And sounds like this is good to know that the owner a tender. He's welcome. Oh.Bartender first place Yagami-san worked when he arrived in the city. Owner always has his ear to the ground. I'm sure I could ask him where can the RK members. Oh yeah, that's the gambling woman. What's up? ようこそいらっしゃい、沙織ちゃん。嬉しいね、来てくれて。お邪魔します。こんにちは。ターボーと仲良しの先生よね。あの子は今日一緒じゃないの？ええ、そう。じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃうね。なんだいマリネ、それじゃ俺がお邪魔みたいになるじゃないの。ああ、マスターは乙女心分かってくれるから許してあげる。Two of them sure can keep up with each other, but if I'm gonna ask questions, I better order a drink.何飲むか迷ってんでしょ。いいよ、内緒でターボーが入れてるボトル飲んじゃいな。あいつ最近ツケが溜まってるし。ありがとうございます。そういうわけで RK の人たちと会えないかマスターに聞いてみようと思ってきたんです。あちゃー、やっぱり仕事の用事だったか。でも沙織ちゃん、おいしそうにお酒飲んでくれるよね。ほんと、なんだかかっこいい。Okay. そんな、お二人に言われると恐縮しちゃいます。マリネーと美人が二人並んでるとなんかこう、年がいもなくウキウキしてくるね。あら、ほんとだ。今日マスター、いつもより12ヶ月は若く見える。それじゃいつもと変わんないじゃないの。だってマスターがそれ以上若くなったらかっこよすぎちゃうじゃない。ああ、本当ですね。I'm getting so relaxed, I might forget about this. しかし RK に会いたいと来たか。実はそこら中にいることはいるんだけどさ、彼らも仇から RK ですかと聞かれて、はい、そうですとは言わないんだ。そうね。しかも沙織ちゃん、彼らから結構ディープな話を聞かなきゃいけないみたいだし、そうなるとちょっとだけ難しいかも。ちょっとだけですか。
沙織ちゃんほどの美人が街を歩けば RK から近づいてくるよ。ただその格好だと硬すぎちゃうから、少し隙のある服とかメイクにするといいかな。なるほど、そりゃいい考えだ。隙のある服とメイク。カーボーから聞いてるよ。Yep. 沙織ちゃんがその気になったら、カムロ町のキャバ嬢たちも顔負けだって。それで前から興味があったの。ノーアルタカは爪を隠すだね。キャバ嬢みたいな格好をするということですか？これからすぐに？まあ他の手もなくはないだろうけど、RKには効きそうな作戦だ。よかったら私が見繕ってあげるから、沙織ちゃんはその中から気に入った服とかを選んだらいいのよ。Thank you very much. わかりました。じゃあお言葉に甘えてお手数ですがお願いします。 OK、 任せといて。And here comes the music. Okay. Let's take a break from our normal lost judgment and do this. Absolutely not that one. I know that much. We're gonna go with this. This one. Yeah.I like it in black, yes. Let's do the hair first. Oh my god. No. What is this hair?Oh, that's right, we could totally dye her hair. We have to make sure Backpack Kid gets a picture. Let's stick with black. Absolutely not. Perfume. Yep, stay calm.Watch rings. It's a big ring. I don't know, you might have to punch somebody. Black eyeliner, obviously, eyeshadow. Everything, yeah.
Yes, let's do this. なるほど。これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。マリさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。何言ってるの？本当に綺麗。いや、そんな。本当に大丈夫だってば。Everyone staring, of course. まだ何か足りないみたいね。え？最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。でも私、そういうのは。じゃあ、弁護士としてのプライドは？それはあるでしょ？弁護士としての。オッケー、バッチリ。ほら、見てみて。男たちもみんなほっとけないって顔してるよ。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。Been a while. How long was the last game for you? RK の連中に会いたいんだよね。Okay. それだったら、私と一緒にスカウトされに行く？スカウト？RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのはそこの占領通りね。二人で歩いてみようか。いいんですか？そこまで付き合ってもらっちゃって。私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。いいの、こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。 Do you secretly have hands?Like, we might get into a fight. We'll reel them in, then I can ask them about Shinya Kawai and see what they found so far. Okay. I'm gonna pick this up. Does everyone stop and stare at me? No? Oh, hi.Go, Jodo. Ano, yeah, just go, man. お姉さんたちかっこいいね。今日はどこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるとか？うん、女二人寂しく飲み歩いてるとこねえ。ねえ、だったら俺に奢らせてくんない？いい店知ってんだ、いくらでも飲ましてあげるよ。うわあ、すごい羽振りいいんだ。でも私たちめっちゃ飲んじゃうよ Make them go 大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。If they're okay, then maybe good to take them up the offer. How can I know for sure? You're just my type. I'm running wild tonight. You're with RK, right? Are we going the direct approach? Is this what we're doing? ところで、あなた方は RK ですね。何の？お姉さんたち何？どういう人なの？Ouch, that was too obvious. Hey, how should I ask them? そんな怖い顔しないで。今この町はほとんど RK のもの。イケてる組織にいる人たちって、なんていうか、風格とか貫禄みたいなのがあるのよね。うん。まあ、そうかもな。一応さ、俺らも世間の流れを見極めて動いてるみたいな。そういうのって運だけじゃなくて頭も切れなきゃじゃん。お姉さんたちも男選ぶなら俺らみたいな世渡りのうめえのがいいと思うよ。ナイス、You got them wrapped around your finger。 ほんとかっこいいね、 RK の人たちって。ええ、あのお兄さんたちはやっぱり
RK でも上の人だったりするんですか？まあ大きな声じゃ言わねえけど、 RK の中でもちょっと知られてるもんでね、俺ら。少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。俺もここまででかくなるとは思ってなかったさ。So this, well, I knew they had to be arcade members, okay. All I have to do is ask them a Shinya Koi. Where were they looking from? Kamuro-chou って今、みんな RK が仕切ってるんでしょ？ Uh-huh. まあね。ヤクザが幅利かす時代は終わったからよ。もう仁義とか極道の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかがものを言う。壮絶な世界、かっこいい。 I don't know if you can hear that wave down the back, but RK の人たちで誰か探してたみたいだけど、何年か前に姿を消したとかっていう。ああ、あれね。あん時探してたのはガールズバーのマネージャーだった男だな。さすが、お兄さんたちは情報通なのね。5年前にある日突然姿を消したってやつだ。カムロ町じゃ珍しくもねえ話だけどね。何それ面白そう。結局その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。そいつは可愛いって男で、この町じゃ毒にも薬にもならねえ小物だ。それがある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。多分過去によその町でトラブってたんだろう。そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられてった。以来やつは姿を消したままだ。それってつまりどういうこと？どっかよそで殺されたんだ。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの給料もまだもらってねえ分があったらしいからな。ってことは今頃海の底か山の中にでも埋められたんだろうってことになった。その河合の昔の知り合いたちって誰だった？ There's a lot of questions you've asked. You've real bored with this without someone who could bring it. 10人近くいたみたいだ。見た目は堅気の若い奴らで、女も混じってたんだと。でももう5年も前のことだからな。Group of civilians of Kawai 7 and they were old acquaintances from the school. They had been classmates, yep. No, I'm just rushing. その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね、5年前に。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。まあ俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は？カムロ町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんてわかんねえよ。その間に何百件も潰れちゃ新しくできてんだからよ。じゃあそもそも誰が今になって可愛いを探そうとしたんです？ This girl at the street is just asking all these really pointed questions like this. を依頼されたわけですよね。But you keep spilling the beans. そいつはもうちょい上に行かなきゃわかんないんだけどさ。それよりちょっと待った。こっちからも一つ聞いていい？ Right.Who are you? Why are you asking all these questions? さっきサオリちゃん、可愛いシーンやって言ってたけど、なんであいつのフルネーム知ってんの？俺ら言わなかったはずだ。And you don't have nobody to throw hands. もしかして最初から可愛いのことを聞きたくて俺らと話してたわけ。Who gonna come in? 何者？何をするんです？その手を離して。誰なんだ、お前。サオリさん。Ooh.Attorney at law. 現代法律事務所の弁護士で城崎沙織と言います。速やかにこの手を離しなさい。弁護士だったら何だっつうんだよ。そんなにエリーヌかよ。 You didn't bring anyone who has hands. あなたにとって面倒なこと。 I'm trying to think of who could come in right now. But what's his name? That one's the arcade could come in, right? He could help punch all those backpack boys. Something to do.Got some hands, I don't know. じゃねえぞ、姉ちゃん。サオリちゃん。Yes! I fucking knew it. My man.
チンピラ。東さん。てめえ。東。たく。I stopped by arcade and didn't see you。チンピラが増えたもんだ。あの。礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな。特に美人。ありがとうございます、東さん。だから礼なんて。なんで。He didn't recognize her. Oh my god, this is great. 白崎です。源田法律事務所の。お久しぶりです。嘘だ。That was great. That was great. これは気がつきませんで、白崎先生。しかし、すげえっすね。見違えましたよ。He about to be a rival. For backpack kid. ありがとうございました、東さん。私はともかく、マリさんを危ない目に遭わせるところでした。本当に助かりました。若くて強くてかっこいい。私タイプかも。さっきのやつらは RK ですね。最近町中で調子づいてるんですよ。So, he got his former Matsugane family member of Toho clan. He's like a brother to Kaito, knows Yagami too. Runs the arcade full time now. He still keeps that Yakuza fashion trends. Shut up. よかったら安全なとこまでお送りしますよ。いや、何？ Yes, finally, someone who throws hands. Thank you. そうなんですか。ちょうどいいですね。暇な者同士、今夜は楽しく過ごしません？あ、じゃあその前に、八神さんに電話を入れさせてください。You have pockets in that dress? It was a bully 13 years ago, vanished at Kamarujo, was attacked by a group of fans. These are all people he knew, possible classmates from the academy. 八神の野郎、何してんですかね？白崎先生の電話には通行類内に出ろってんですよ。出ません。おかしいですね。Uh-oh. もう一度かけてみます。 What's happened to him? ああ、でもこうしてみると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越場と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう。カムロ町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由は大体金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。ああ、よろしく。Wait for Sawa sensei, still a lot of time before faculty meeting ends. Message from Sawa. Let's talk to you. Okay, sure. So might as well see what that's all about. Well, might be some jobs at Sukuma's office, but before I should kill time elsewhere. Yeah, let's go exploring. Let's go do that. I'm gonna go explore. First off, anything on this map. Cat's the pet. Alright, so let's go to Yokohama. Yokohama, not Yokohama.Don't get hit by cars. Sounds like the faculty should be. What? What? I don't want to do that right now. Quit playing with me.
Hey, yo. We have a cat? Where's the cat? I see my dog. We have a cat? There's our cat? 来てたのか? They stopped by the apartment? Shut up. よしよし。Oh. What? Okay, okay. Nothing is here. Nothing is here. Okay. That's fine. That's fine. Nothing else here. I guess I'm going back to the school. Whoops.I'll see what Amasawa wants. Yeah, no, or maybe I'll do the actual mission. I don't know. I'm gonna collect all of these little coins. Just to make sure it really isn't just Paradise VR. Still gotta do that. Okay, well. I guess I'll, talk to the teacher? I don't know. Yeah, okay.